スーパーライト級のタイトルマッチが今始まりました。さあいきなり激しい戦いになっている。左を上げていくのは鈴木雅弘チャレンジャー、青いグローブ、そしてかなり手数を出していく、そんな展開になっています。鈴木のアッパーが顔面を捉えたかどうか。しかし手数を返してくるのは中戸大志。さあ強い殴り合いだ。距離両者です。宮川さん、はい、一覧。さあ互いに相手で跳ね上げて殴りと。さあ長田の左、しかし鈴木の左のボディから左アッパー、コンビネーションを続けてきました。あのタイミングは左のこの高速フックです。左のフックあるいは左のボディで相手をシキシキシキシ詰めているのはチャンピオンの永田。さあそれを真正面から受け止めて、そして左の打ち合い、チャンピオンの右目の下のあたりが、そして思い切り力強い左。そんなに中田選手はプレッシャーかけてますからね。はい、そのあの井上光輝をも沈めた突進力をものともせずに左を返していく。右のアッパー、冷静です。何度もチャンピオンの顔面を捉えている。赤いグローブがチャンピオン永田大志、2度目の防衛戦です。ただ第1ラウンドから長田としていないですね。ただ前にラインに行かなきゃいけないですね。立本さん、木村アナウンサーのリポートでした。対してのガード、あるいは距離、テンポ、そういったところも、はい、左のフック、左のアッパーが非常にいいと特別にパンチを。大川アナウンサーのリポートでした。やはり相川さん、この左には合わせていきたいですよね。一方のチャンピオンのなんとかその左のタイミングを外して、そしてガードをしてという手で打ち砕いてみせました。強いハートを見せ、負傷を引き分け。永田大志、今回の鈴木は打ち合ってくるだろう。やっぱりチャンピオンはここに来る時のコンビネーションがいつも一緒なんですよね。そこを狙われるのは当たり前ですし、そこを変えていかないとやっぱりタイミング取れないですからね。永田選手のこのコンビネーション、前に出てワンツーあるいはボディというテンポが一緒なんで、タイミングというのがチャレンジ。ラウンドが始まりました。あのこのままズルズルいかないようにですから、ね、ここから展開を変えていくことができるかというチャンピオンの永田です。試合ではしっかりとシフトチェンジをして打ち合っていきたいんだ、ね、はい、荒れてると思うんですね。そうですね。さあ左のフックを返していくチャレンジャーです。手数は確かに永田が出している、そしてプレッシャーもかけているチャンピオン。ただ冷静にそれを見切って左のボディあるいは左のフックを返してきます。左ボディから左のフックだ。右のジャブをちょっとついているんですね。相手のカウンターをです。東農大名門の隅、そして基礎の手、右のストレートだ、左フックだ、右のフック。4永田大志、2度目の防衛戦、そして脇腹を取るの返しのフック。ただ永田の左に、激闘スタイルというような、そういったスタイルです。肉があって劣勢の時にも何度も跳ね返してきます。ここは結構しんどいんですけど、あるんで。そうなんですね。今削る作業、まあ、体力ももちろんですが、言った通りでですね、順から潰していくと。ただ、はい、間違いないと、ということかもしれません。ラブを使って少し距離を取ったところから、はい、右のフック、右のストレートは遠い。さあ打ち合っていた前半戦ですが、距離を取っていこうという、ただに距離を縮めて、常に気持ちはチャレンジャー、防衛にチャレンジをするんだ。サウスポーの永田、その永田に対して右です。サーナーを背負わせて、さあ一歩も引かない、チャンピオンも引かない、拳を前に突き出し続ける。的確に返すのはチャレンジ職人、距離を詰めるチャンピオン、冷静に返る。まあ、これまでだぞと、はい、前半で最も快適なラウンドランだと。サウスポー、あの行きたくてはいけない。やはりその左の残像というのが残っているので、チャンピオン距離を詰める、増え始めています。右のタイミングもいいですよね。なるというふうに語っていたチャンピオンサイド、宇佐子公開採点となりました。そうですね、はい、あるいはノックアウト、そんな後半戦になってくるか。気持ちでいかないといけない。なるほど、それぐらいのポイント差だろうと。出てきたところをちゃんとパンチを合わせていこう。大川アナウンサーのリポートです。これっていうのが大事かレンジャーです。ただ石左ボディから左、さあコンビネーションだ。るんで、なかなか気をつなげていきたいですね。はい、ここが出ていきたいということですね。これはチャンピオンです。最後長田、7ラウンドが始まりまして、距離を詰めてくるのがチャンピオン。相手を潰して体でボクシングなんですと話しているチャレンジャーの鈴木雅弘も的確にパンチを返していきますが、長田こちらはエンジンをかけていく。チャンピオンの返していくが
だ長いんで、そうですね、ここからが本当勝負かもしれないですね。長さないし勝負が変わってきますからね。今度から変わらない。7ラウンドから始まった。押しかけるだけだと、相手のフックに対してストレートをこう合わせて、このモードに入ったチャンピオンですからね。そうですね、もう止まらない。どれになろうとも前に進み続ける。ボディも打てるようになってきたんで、いい上から下のコンビネーションいいですね。さあボディから上をつなげていく。左チャンピオンのカモンハイトスタイル一番のそばめると必ずマキさんが勝利していました。チャレンジャー、さあチャンピオン、チャレンジャー鈴木、長田の大きな、さあここがポイントだと言わんばかり。残り10秒の表紙に鈴木まとめてくる。来ました、残るラウンドはチャンピオンは全身あるのみです。距離をそのタイミングでプレスをかけていこうと、少し相手が前に出るのであればこちらをプレスをかけていこうという。チャンピオンサイドこのままでしょうか。何だか見てますね。そうですよね、チャンピオンサイドは心を折れとやっていきました。ベンカロットと鈴木、チャンピオンの永田、ここで倒せるの一方となりました。さあここから一本差しですね。浅い傷というリポートが2センチで傷は浅いということで捉えていますが、チャンピオンの左、あーっとくらついている。次のパンチ確実、何度も打ち抜いてきました。その左の打てたのはチャンピオンの永田。ようやく自分のボクシング、ようやく自分の人生見えて、その打ちそ何発も浴び続けましたチャンピオンの永田大志。でもやはりこの残り時間1分、魂を振り絞って、あーっと右に入った、あーストップだ、ストップだ。ね、選手の人生のことを考えると、はい、ね、これが妥当なのかもしれないですけどね。そうですね、あと1分でした、あと1分、はい、いや